どうもこんにちは。そっかじくの久保でございます。え、実は私ね、YouTube の他に Twitter も結構やってるんですよ。で、元々は Twitter っていうのは、もう10年ぐらい前ですかね。広島市内で、あの、アイドルさんを応援する、まあそういった活動をしていて、裏方として、スタッフとしてですね、Twitter を、おまあ中心に情報を発信してたんですよね。ですんで、そのフォロワーさんっていうのがね、若い女の子ばっかりなんですよ。 ですんで、今みたいな立場になったらちょっとね、使いづらいなと思っていたんですけども、まあそうは言ってもですね、私にもこういった仲間が自然にできるもんで、現在ね、今画像で出ている感じの足軽さんっていう方がですね、ちょっと仲良くなってるわけなんですけども、この方とツイッターでどのようなやり取りをしてるのか、またツイッターってのをどういうふうに使っていけば人間関係やビジネスや プライベートな活動を豊かにできるのか。まあそういったことをね、ちょっとお話ししていこうかと思います。で、足軽さんは私の知るところ、ちょっと記憶がね、ちょっと遠くに行ってるんですけども、確かタクシーのドライバーさんもされているし、まあ宗教関係にも関わっている。なんか住職さんだったっていうふうに聞いてますけどもね、お寺のお坊さんというか。えー、ちょっと曖昧なんでね、うん、その辺も明日、あちょっと突っ込んでみようかなと思います。もしかしたらね、この岡山にお住まいだそうなんで、倉敷に。 比較的近いですから、よみさんのたこ焼き屋などに集合したりとかしたら面白いのかなと思ってますね。はい。それでは5月23日、12時30分ぐらいからアクセスして2人で喋ってると思いますので、よろしかったら動画概要欄の URL からアクセスしてみてください。では、よろしくお願いします。